夜の間にね、こういう指、こう、はい、外反母趾指を曲がってるので、うん、ここの間にスポンジを挟んだり、はい、もしくはこの指の間全部にこう、こういうふうに挟む、スポンジを挟むような器具が出てるみたいですよね。はい、そうするとこう指がこう開きますのでね、うん、夜寝てる間は、うん、まあ、もちろん指が開くっていうので、そういう意味では、まあ、うん、効果はあるかなと思うんですけど、はい、ただこの状態で靴を履きますとね、はい、今までは外反母趾の状態の方って、こういうふうに指が折れ曲がる、つま先もすぼまってる、状態で靴を履いてたわけですよ。この間に全部こう空間ができると、このつま先部分が靴の中で収まらなくなっちゃうんですね。そうですね、靴が例えばこういう状態だったとすると、広がるので、でも靴はなんていうんですかね、こう、まあ、多少広がるかもわかりませんが、こうしますので、それも痛いですよね。だからつま先余計押し付けちゃいますんでね、痛くなっちゃうわけです。そうですね。なので、まあ、そういうものを使われるということになってくると、やはりそれなりにかなりつま先に大きな余裕のある靴を履いてあげないと無理だということになるんですが、足に合った靴を、まあ、履いていただくということ、はい、まあ、もう一つポイントとしては、例えば、そこまでいかなくても、5本指の靴下のものを併用していただくと、はい、スポンジ状のものを入れるよりもはるかにここがちゃんと指の隙間がちゃんとできますんでね、はい、でそういうものを履くという前提で靴選びをされると、指の間にちゃんと隙間ができて、はい、歩いても負担なく、外反母趾も痛みが軽減されて歩くということが可能になると思います。そうですね、指を使っていただく、5本の指をしっかり使って歩いていただくということが大事かなというふうに思うので、はい、それにはその5本の指が自由に動くだけの、はい、まあ、空間みたいなもの、はい、フィット感みたいなものを取り入れて、なおかつかかとをしっかり止めて歩いていただけるようなものを選んで歩かれれば、まあ、痛くない。そうでしょうね、はい、まあ、ここをね挟んで歩くっていうのはなかなかちょっとね大変なことかなというふうに思うので、まあ、そのあたりもよろしければメヒアにご相談ください。はい。